おはようございます。今日は10月10日月曜日、現在時刻が9時40分を回ったところです。皆さんお久しぶりです。えっ、ー、と、今日で何日目だ最後の動画をアップしたのがおそらく先週の確か木曜日の朝だったと思うので、動画の撮影自体は、木、金、土、日。 5日ぶりになります。えー、4日ぶりの動画アップになるんですけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は、えー、世の中は3連休最終日ですね。えー、確か体育の日だったかなの3連休の最終日なんですが、僕は実は先週金曜日の早朝から茨城県、違う、えー、茨城じゃない、えー、栃木県の方に行ってきました。で、何しに行っていたかというと、 今ちょうど栃木県で国体を開催されていて、まあ、国体にあの選手引率という形で金曜日の早朝から行ってきたんですけど、昨日の夜帰ってきました。で、まあ結果なんですけど、まあ、成績としてやっぱかなりね、いい成績を取ることはできたんですが、ただ非常に残念なことに、一番目標にしていた優勝っていうのはね、惜しくも逃しちゃったんですが、まあそれでも本当に選手、えー、みんな頑張ってくれたと思います。本当にお疲れ様でした。えー、でですね、 今日はあの、仕事なんですけど、ちょっと仕事を合間時間見つけながら少し動画撮影しようかと思うんですが、引き続き、この鈴木スペーシアベースネタ、ちょっとだけやりたいかと思います。で、外装関係は先日、ま、ちょこちょこと手を入れて、ま、あんまり大きなカスタムは今回やるつもりはないんですけど、ま、とりあえず今考えてた外装は、パーツ取り付け完成して、これから少しずつ、こう、中、使いやすいように、もうちょっと改善していこうかなと思うんですが、えっと、え、前々回、そのもう一個前ぐらいまでに、 え、車中泊での、え、ベッドメイキング。まあ、ベッドの展開の仕方っていう形で、鈴木が公式に発表している、えー、フルフラットモードではなくて、まあ、ジムニーの時に、JB64 ジムニーの時に自作した、自作のベッドマットを使って、えー、ベッド展開。まあ、助手席側の方を、えー、一人仕様でベッド展開するような使い方、えー、想定してるんですが、あと、実際に車中泊する時って、こういったあの、窓周りですね。窓周り。 このままだとこう中丸見えになるので、えー、目隠しが必要になってくるんですけど、今回、えー、車両購入時に一緒に鈴木純正の、あれは何ていうのかなうん、純正のシェードアミドタイプのシェードも購入してるんですが、まだちょっと実際に中取り出して装着できてないので、えー、今から中取り出しして実際に装着してみたいと思います。 ちなみに自作したベッドボードなんですけど、これですね、こんな感じでも普段、えー、テーブルみたいな形で、このボードを一番上にセットして、でセカンドシートはもう背もたれを折りたたんだ状態で、この自作ボードを上に載せた状態、これで今ね、えー、使っています、めっちゃ便利です、まあ椅子、まあ、もちろんこれ、ベンチ、椅子になるんですけど、こうクッションが入ってるんで、座り心地、めっちゃいいんですよね、そして高さもなかなかいい感じのこう高さになって、非常に使いやすいです。 シェード関係もまだ全く袋から出せてなくて、これ、これ何になるんだろう。まあこれが一つと、あと残りはここ。この助手席のこの座面を開けると、ここが収納になってるんですけど、ここに残りのものがすべて入っています。それからこのマルチボードなんですけど、これ今一番上側にセットしてるんですが、なんか作業するときにこの高さだと、上のこのゲートを、リアゲートを開けた状態で、 ちょうどね、僕の身長だとこう立った時に作業めっちゃやりやすい高さなんですね。これ、本当にちょっとした作業する時には、このマルチボードめっちゃ役に立ちます。作業台として最適。これパーツ足りてるのかなこれがフロントプライバシーシェードメッシュ付き。で、これがリアプライバシーシェードメッシュ付き。そしてこれがバックドアネットですよね。これフロント側一番前の,このフロント側の シェードがあるのかなこれ、どっかに梱包されてるのかもしれないので、まずとりあえず出していこうかと思います。まずはフロントプライバシーシェードなんですけど、こ中取り出ししてみるとこんな感じで、ちゃんとこう収納袋に収められていてで、取説見てみると、ありますね。前側のフロントウィンドウ。こんな感じで、えー、ちゃんとセットになっています。フロントウィンドウと、あとフロント側の両サイドセットですね。そして収納ケース。収納ケースから出してみるとこんな感じですね。 で、これがフロントウィンドウ用、えー。そしてこれがフロントの両サイド用の、えー、シェードですね。まあ、よくある、こう、ねじって畳むタイプになっています。さすが純正部品ですね。サイズぴったりです。まあ、よくある社外品なんかは、こう吸盤を使ってガラス面にこうペタペタとこう貼り付けていくもの多いんですけど、この純正のシェードは、 例えば固定方法は、このバイザーですね。運転席と助手席のバイザーで、こう、挟み込むような形で上を止めて、あと、このバックミラー部分、ここがね、マジックテープになってるんですけど、こう、マジックテープをつけることで、上側固定になっています。で、これ、両サイドをどう固定するのかなぁと、ちょっと、こう、興味津々だったんですが、これもね、よく考えられていて、ちょっとわかりにくいんですけど、こう、外してみると、ここに、こんな感じで、こう、 プラスチックのプレートがあるんですね。これが、えっと、1、2、3、4箇所かな。4箇所あって、このプレートをこの窓際の際にこう、刺すような形で固定させすというような。結構ね、これでしっかりと固定できるので、隙間なく、え、設置できるいますね。これはよく考えられてるかと思います。ただ、設置するときはちょっと、え、時間かかりそう。ま、そこだけがね、少し気になるかな。 これとこれがフロント、えー、両サイドのウィンドウ用なんですけど、まあ、これも同じような形で、えー、ここのプラスチックのプレートを使って、えー、窓際にね、こう差し込んでいくような形で設置するみたいですね。そしてこれね、面白いのが、さすが純正っていうところなんですけど、こんな感じで、えっ、ー、と、外側面って言ったらいいのかなが網戸になっています。これちょっと設置してみたらわかるかと思うんですけど、こうチャックで開けるようになってるのかなえっ、ー、と、とにかくこう、 完全にこう塞ぐような形じゃなくて、窓換気したいときに、中の換気したいときに、ここをこうペロッと剥がすことで、こう網戸として使うこともできるみたいですね。これは非常に便利だと思います。まだ完全に取り付けできてないんですけど、これ固定ね、面白くて、こんな感じでね、こ,こ、こことか、こう、こう、4方向に、こうちょっとフレームが入ってて、このフレームをこう曲げながらこう、突っ張るような形で、 取り付けですね。これはなかなか面白いなぁ。よくある吸盤タイプだと、吸盤で貼り付けちゃうとこう窓が開けられなくなるんですね。で、窓を開けるための工夫として、こういった四角、4方のこうフレームを作って、このフレームを曲げることでこう挟み込むような。だから、えっ、ー、と、シェード側の方でこう、外側にこうテンションをかけて固定するというような、えー、設置方法ですね。 今これシェードを取り付けて外側の窓を開けた状態なんですけど、アミドモードにするときは、この内側自体がこうマジックテープになっているんで、このマジックテープをこう、ペリピリッと剥がしてやることで、これアミドになります。これは、これはめっちゃいいですね。というわけでこんな感じでフロント側設置完了です。左側今これアミドにしている状態なので、こう風が、換気ができるような状態ですね。はい、で今右側の方はもうシェードそのまま閉じた状態です。 なかなか設置方法考えられていて、これは使えるんじゃないかなと思いました。じゃあリア側もやっていきましょう。次はリアの両サイド取り付けしていくんですが、まあフロントと多分基本的に同じですよね。こんな感じで、えっ、ー、と同じようにこうメッシュになっているので、こう網戸として使うことも可能です。リア側の設置方法も同じですね。やっぱりこのフレームがバネ状になっているので、こう上下左右4箇所をこう枠に えー、押し当てるような形で取り付けしていきます。フロント側と全く同じです。助手席側のリアサイドドアにも、えー、窓にも今装着してみたんですけど、ほんとこれね、装着すると真っ暗になりますね。まあ今、明かり取りで窓2箇所開けてるんですけど、これ付けてないと多分本んと中真っ暗になるかと思います。取り付け自体はめちゃくちゃ簡単です。こんな感じで窓を開けてみました。ほんとね、網戸として使えるっていうのが非常に使い勝手いいかと思います。換気はバッチリ。 リアウィンドウのシェードは、これちょっとね、えっ、ー、と、今までのやつと違って、結構ペラペラですね。これは吸盤タイプ。吸盤で貼り付けるタイプになっています。あと必要に応じて、えー、どこ行ったかなあ、これか。こんな感じで、えー、付属品として、こういったマジックテープ、まあ、面ファスナーが付いてくるので、多分必要なところはね、こういうを使って装着していくような形になるかと思います。でもこれあんまり使いたくないな。 リアのウィンドウの装着方法はちょっといまいちですね。もうちょっとこう、スマートにできなかったのかな。もうこれこそ吸盤でいいのじゃないかなと思うんですけど、一応吸盤がこう4箇所あるんですけど、吸盤だけでは綺麗に固定できなくて、やっぱりこの付属の、えー、このマジックテープ使って、えー、何箇所か補強を入れてやらないと綺麗にこうきちんと貼れない感じですね。ただ、やっぱりこのいったものっていうのはね、できるだけ少ない数で装着したいので、 まあ、この辺りまたきちんと、えー、設置場所考えて装着場所考えて改めてやりたいと思います。とりあえず仮設置ということで。それからこれ買ったことさえすっかり忘れてたんですけど、こんな、えー、とアイテムを購入してました。バックドアネットですね。これ後ろのシェードのことばっかりだと思ってたんですけど、これ別のパーツで、要はこのリアのゲートを開けた時に、こう、後ろ全体が、えー、こういった、えー、テント生地っていうのかな。 ま、シェードができるっていうのは、網にできるような、えー、アイテム。これも純正部品なんですけど、これも購入してました。こんな感じでバックドアネット装着してみました。まあ、取り付け自体は、えっ、ー、と、ここここを2箇所、上側2箇所を、もう紐で結んで、あとは、えっ、ー、と、ここはね、マジックテープですね。2箇所マジックテープ。あともう周辺はこんな感じで、まあ、吸盤使って、 取り付けしていくような設置方法なので、設置自体はめちゃくちゃ難しくもなく、まあ簡単といえば簡単なんですけど、まあ多少これ慣れが必要かと思うんですが、設置自体は非常に楽チンですね。ただね、一つ気になったのが、この状態でこう、このハッチ閉められないんですね。ハッチはもう開けた状態で使うっていうのが前提になっていて、このまま閉めると多分この辺りが破れたりだとかするんで、どうしてもこのリアのハッチを閉めるときっていうのは、 ネットを一旦外さなきゃダメっていうのが、まあ、まあ、これはちょっと致し方ないんですけど、まあそういった使い方になっているようです。で、あとこれ真ん中部分がこう、えー、ファスナーになっているので、ここで開け閉めしての、えー、中の出入りっていうのは可能になっています。めっちゃ風が強くなってきたな。車内側から見てみるとこんな感じです。で、今助手席側の前後ろ網戸にしてるんですけど、まあ今日ぐらい風が強いと本当にね風が 車内を抜けて非常に過ごしやすすいですね真夏の日中でさすがにもう車内で過ごすっていうのは結構厳しいかと思うんですけど、ただ、真夏の夜でもこれぐらい換気ができれば、あとまあ、ポタデンなんか乗せて、ちっちゃい扇風機なんか乗せてやったら非常に気持ちよく寝れるんじゃないかなと思います。 外から見てみるとこんな感じですシェードした状態でこれフロント側そして、えー、サイド側ですねでサイド側も今これ網戸にしてるんですけど見た目そんな悪くないですよね意外と中がこう暗くて、まあ、日中だと見えないんじゃないかな、まあ、リア側も今、えーまえー、シェード空いてる状態です網戸状態そしてリア側に回り込むとこんな感じでロゴが入ってたりして非常にいいんじゃないでしょうか かわい,い、まあ、鈴木の純正部品ということで純正パーツということで、まあ、サイズやっぱりぴったり作られていて見た目がいいっていうのがあるんですけどなかなか鈴木も車中泊分かってきているのかなちょっとすみませんそのあ辺り、えー、詳しくないでわからないんですけど、まあえー、パーツ関係はかなりこのスペシャーシアベースに合わせた、えー、純正部品、えー、出てきているのでカタログ見てねいろいろとこう妄想するのも楽しいかと思います。もううちょっと色々調べてみようかな